はい、どうも、しょうえい TV です。もたらです。はい、お願いします。お願いします。はい、本日は、何ですか？本日は、新しいブロックを入荷しました。まじですか？はい。まあ、これですね。もう目の前にあるんですけど。これです。これですね。じゃあ、これちょっと紹介していきますか。はい。これが、こちら！はい。バーン！はい、こちらベルガードって書いてますけど、キャッチャー防具とか審判防具とか、あとは守備エルボーガード、エルボーガード、フットガードで有名なベルガードの公式用のグローブ。あ、公式用のグローブ。はい。一瞬目に入るのが、僕らが住んでる埼玉の刻印がされてるんですよ。まあ、確かにベルガードさんは埼玉にあるじゃないですか。ということで、これ埼玉のありますかね。そうなんです。なるほど。これは何レザーですか？これはですね、武州レザーって言います。武州レザー、全然知らないですけど、埼玉県の和牛のブランド名です。和牛ですか？和牛です。最近ちょっと和牛って結構出てきてますよね、まあ、武州って昔の埼玉県っていう意味かな。なるほど、うん、埼玉産のグローブっていうことで。そうです。まあ、それはもう僕ら埼玉人が紹介しないわけにいかないですよ。というわけで、ちょっと特徴を聞いていきたいんですけど、どういう特徴がありますか？まず特徴の前に、このグローブのコンセプトなんですけど、このベルガードっていうブランドが埼玉の越谷にある会社なんですね。山本グラブスタジオの山本さんっていう方がいらっしゃって、グローブに精通した方がいらっしゃるんですよ。まだね、若いスペシャリスト、スペシャリスト、アクセフベルガードで、松井和夫西武の二軍監督さんのこうグローブを片付けしたりとか、まあ、彼がこのグローブをですね、まあ、プロデュースして作ろうということになったそうです。じゃあまず革選びからどこがいいっていうところをいろいろ探してったところで、こう埼玉県にこう和牛がある、埼玉県でこれを完結しようと。なるほど。武州和牛をグローブの革にするためになめすっていう作業をするんですけど、そのなめす作業を、ここにマークがあるんですけど、これは越谷のジュテルレザーさんという革のなめし屋さんがいまして、特別に武州和牛のグローブになるように加工してくれた、加工してもらった的なジュテルさんのマークありますね。ここにあるんですよね。なるほど。だ、もう本当にこう埼玉県の人たちの知恵と努力で作られた革であり、グローブであるということ。今翔平くんが持ってもらったのは、これ内野手用のグローブです。で、大きさは28センチの大きさ。もう本当にね、革のこう特性を生かしてて、今この段階では湯もみとか片付けしてないので、すごい硬いです。そこはエッジウェーブがですね、強い打球にもこう耐えられるという部分も考えて、本体とのつなぎ合わせの部分を二重に通ってると。すごい。グローブが打球に負けないために、やっぱりどん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 他のメーカーさんもそうですけど、グローブが進化している感じですね。ちょっとはめてみてもいいですか？あ、どうぞ。はめてみます。キシ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 。あ、すごい。うわ、硬い。これは硬いですわ。まあ、グローブって決して硬いのがいいとか柔らかいのがいいとかっていうことではないんだけど、うん、すごい強いなって感じます。で、あとここなんか気になるんですけど。気づきました。わかりますかね、これ。これでわかるかな。それでパッドになってるんです。パッドなんだ。まあ、普通はムートン、ムートンケースよね。モフモフですよね。これクッションなんですよね。まあ、これもね、山本さんのアイデア。意外とプロの選手ってムートンじゃなくてこういうパッドが多いらしい。言われてね、と思いました。なんでかって言って、やっぱこう、プロ野球選手って、まあ1年間シーズン長いですけど、やっぱムートンだとか汗かいていっちゃったりとか、まあやっぱ汚れてきちゃう部分もあって、痩せてっちゃってフィット感が失われちゃうので、やっぱその手首のこのフィット感っていうのをすごい大事にするっていうところから、このパッドを採用してるらしいんですよね。で、型番は？実際には4型あります。まず内野手用がこの2型です。はい。BB の102と103、102と103、はい、クロスウェブが102、エッジウェブが103。102のクロスウェブの方が 28.5 の大きさ、黒い方のエッジウェブの方が28センチです。これ形違うような感じしますけど、長さがちょっと違うだけ、5ミリ長さが違う。なるほど。グローブの大きさってね、革をまだ縫う前の平らな状態の人差し指から、まあ、土手の部分までの長さで決まるので、まあ、グローブが出来上がるとこういう風にだんだんね、アーチができてきて、紐との関係でこう下にこう引っ張られたりとか、はいはい、とか、あと人差し指がこう内向いたり外向いたりする。だからそれだけでこうグローブの印象って全然変わってきちゃう。そうですね、うん、すごい。これが内野手用です。はい。あとこのこれがですね、ピッチャー用です。これピッチャー用、はい、101っていう。ピッチャー用の特徴としては、実はこの102型の5ミリアップです。これより5ミリアップがこれ。はい。で、これの5ミリアップがこれ。なるほど。だからグローブ自体が内野手用に作られてるらしい。 W の K さんもピッチャー用だけど内野でも、なるほどね、なんかあれですよね、やってる。あ、そう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 、ね、ピッ
っちゃい用としてはちょっと小さめなのかな。小さめですか、ね、まあ29センチなんで、まあ、いい大きさだと僕も思います。いい大きさです。これは一般的なっていうか、うん、みんなこういうの持ってると思うんですけど、うん、ちなみに翔平君ってこっちやっててグローブが硬い方が好きですか、柔らかい方ですか。自分は硬い方が好きですね。山本さんも言ってたんだけど、ピッチャーってこう力、まあ、瞬間的にガンって力が入るので、ボールが硬い方が力が体に残ってるんじゃないかっていうんだよね。ベルガーズさんのこの今回のブッシュ和牛ストロングレザーグローブのピッチャー用は絶対にピッチャーにはもってこいの革だし、なるほど、いい型してると思います。僕もこれはいいなと思ってます。うん、いいですね。バスケットウェブで、バスケットウェブいいと思いますよ。はい、お店に置かれるんですかね、これ。そうそう、もう在庫っす。あ、在庫っすか。はい、で、4つだけ、はい、4つだけ、はい、で、すみません、今回は外野手法は入れませんでしたので。あ、はい、そうなんですか。でも外野手法もすごいです。こう、球際グローブで負けないっていうのがやっぱり一つのポイントだったりするので、うんうん、すごい効果発揮するグローブだと。あー、なるほど、うん、県内の高校生もう今すでに買って使ってる選手多いらしいんですけど、あら、やっぱ外野手法で買う子は結構多いみたいな。あ、すごいこう操作性がいいって言っちゃった。そうなんですね、うん、いや本当にもっとね広がってほしい。いや本当ですね、使ってほしいですよ。まあこの後僕片付けしようと思ってるんですけど、はい、ただお店に置いてあるだけだとちょっと硬くて多分ね逆にイメージ湧かないかもしれない。片付けしたのをそのまま持って帰ってもらって使ってもらうっていうのはね。まあそうです、それもありですね。そうそうそう、多分いいと思う。で、翔平くん、はい、あとですね、はい、実は左用の内野用グローブがあります。マジっすか、珍しくないですか、うん、さっきの BB の103型。あ、マジですか、はい、すげえいいんですよ。左利きですもんね、実は。実ははめた瞬間に一目惚れしまして。買ったんすか。買っちゃった、買っちゃいました。買っちゃった、買っちゃいました。やっぱ左利きの人ってこう内野手は憧れるんですよ。なんでなんで、そうなんですか。なんかこれでちょっとショットやってみたいじゃん。そういうことか。左利きの人に見てもらいたい。キャッチボール用のグローブ。贅沢すぎませんか。贅沢すぎるか。贅沢すぎる。でもそのぐらい、あ、よかったわって思える。もうなんつったって顔ね、やっぱすごい。これはいいね。はい、片付けまでして、はい、渡しますよ。むしろこれ全部こう片付けして、あ、もうもちろんもちろん入れた感じでこういいと思う人もいると思うんで。はい、でこちらお値段はおいくらでしょうか。値段はですね、はい、59,400円です。税込み。税込み59,400円。はい。もしね、気になった方いましたらモンタナスポーツに来てもらって。一応ネットはどうですか。はい、上げさせていただきますのでぜひ、まあ、見てもらって。でやっぱりお店に来てちょっとこうはめてもらってフィーリングというか。そうですね、はい、してもらいたいなと思いました、うん、はい、ぜひお願いいたします。はい、はい、というわけで本日はですねこちらのブシュー和牛というグローブを紹介いたしました。こちらモンタナスポーツに、ありますんでぜひともチェックしに来てください。僕も結構モンタナいるんで。そうですね、もうばったりこう会っちゃう可能性も最近すごい多いですよね。出没率だいぶ来るんで、店員さんじゃねえかと思われてます。そう、店員さん、もう店員のようにご紹介します、いろいろ。ではこれ、ぜひとも、チェックしてみてください。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん。プリントするグローブはこれプラスこちら。これ、はい、エイテッドプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ男子用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンタナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。
翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。